皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です。今回は経糞についてお話ししようと思っています。経糞については何度か別の動画で取り上げているのですが、今回は乾燥経糞と発酵経糞の違いは何なのかということに焦点を当てていきます。単純に違いを言うのであれば、生の経糞を乾燥しただけのものが乾燥経糞で、 発酵処理を施したものが発酵経粉ということになります。発酵経粉の方が手間と時間がかかっているはずですが、発酵処理をすることでどのような違いが出るのか、詳しく見ていこうと思っています。園芸やガーデニング、家庭菜園に興味のある方や、経粉を使ってみたいという方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。 まずはじめに前置きとしてお話ししておきたいことがあります。鶏糞は商品によって品質のばらつきがあります。例えば鶏肉用のニワトリから出る鶏糞と彩卵用のニワトリから出る鶏糞では餌が違うため成分がかなり違います。また一括りに発酵鶏糞と言ってもしっかりと熟成されたものもあれば。 あまり熟成期間を置いていないものもあります。この後、乾燥系粉と発酵系粉の肥料成分をご覧いただきますが、絶対的な数値ではなくて、あくまでも目安というか、参考程度にご覧いただければと思います。それでは、 乾燥経粉の肥料成分について見ていきましょう。パッケージの成分表をご覧いただいていますが、窒素4.3%、リン酸3.6%、カリウム2.3%を含まれています。経粉は有機質肥料の中では比較的窒素、リン酸、カリウムのバランスがいいと言われています。確かに油かすは窒素が多いのですがカリウムは少なめですし、 魚カスに関してもカリウムはほとんど含まれていませんよねまた、鶏ふは手頃な価格で手に入るのでそういった意味でも使いやすいのかなと思います続いて発酵鶏ふの肥料成分をご覧いただきます。窒素 リリン酸5.96% 3.95%、カリウムを含ままれています。先ほどご覧いただいた乾燥系粉と同じメーカーではないのでもともとの系粉に違いがあるのですがこれらの成分表を元にして発酵処理を施すことでどのような違いが出るのかを見ていきます。 それでは、乾燥系粉と発酵系粉の窒素成分の違いについて見ていきましょう窒素はタンパク質の元となる物質で肥料の中では最も重要な成分です。先ほどご覧いただいた成分表では乾燥系粉に含まれている窒素成分は4.3%発酵系粉に含まれている窒素成分は2.64%でしたね。 発酵処理を施すことで、窒素成分は減少しています。これはなぜかというと、発酵処理の際に、系粉に含まれる窒素成分が、アンモニアガスとして揮発してしまうからです。これだと、発酵させることで、肥料効果が少なくなってしまう感じがしますよね。もちろんそういった側面はありますが、アンモニアガスは植物にダメージを与える、 いわゆる肥料焼けの原因にもなります発酵処理を施すことで窒素成分は少なくなりますがその分ガスや発酵熱による害を少なくするという効果があります続いてリン酸やカリウムなどその他の成分について比べてみましょう リン酸は乾燥経粉が3.6%だったのに対し、発酵経粉では5.96%、カリウムは乾燥経粉で2.3%だったのに対し、発酵経粉では3.95%となっています。リン酸とカリウムに関しては、発酵経粉の方が数値が高くなっていますね。これはなぜかというと、発酵処理によって経粉の傘が減るからです。 窒素成分はガス化して揮発してしまいますが、リン酸やカリウムは残るため、結果として濃縮した形になります。その他の成分、例えば発酵肥料特有のアミノ酸やビタミン、核酸物質といった成分が含まれているかどうかは一概には言えません。 乾燥系粉と発酵系粉。比べてみると使いやすいのは発酵系粉です。熟成期間に差があるとはいえ、一旦発酵処理を施してあるので、土に混ぜ込んだ際に急激に発酵が進むといった問題が発生しづらいです。乾燥系粉と比べて、アンモニアガスや発酵熱による植物への害が少ないため、 家庭菜園初心者でも使いやすいというのがメリットです。しかし、先ほどもお話ししましたが、品質にかなりばらつきがあります。完熟品というものはほとんどなく、ホームセンターで手に入る商品は未熟なものが多いです。よって、種まきや植え付けの最低でも1週間前、できれば2週間ほど前までに土に混ぜ込んで、よく馴染ませておくことが重要です。 追肥として使う場合には株元から離れた場所に混ぜ込むようにしましょう経粉の性質を踏まえた上で使いこなせるのであれば乾燥経粉にもメリットがあります発酵処理によってアンモニアガスの発生を抑えることはできますが 一方で、それは肥料成分を無駄にしているとも言えます。成分表を見ても、乾燥系粉に含まれる窒素成分は、発酵系粉のものよりも多かったですよね。土作りをしっかり行った上で乾燥系粉を混ぜ込み、しっかりと熟成期間を設けることで、含まれる窒素成分を無駄にすることなく生かすことができます。 使いこなす自信のある方は乾燥経粉を使ってみてください。最後に、経粉との併用におすすめの資材についてお話します。経粉は安価な有機質肥料として魅力的ですが、土壌改良効果がほとんど見込めないことと、アンモニアガスが発生しやすいというデメリットがあります。 これらの資材を使うことで、経粉の持つデメリットを軽減することができます。例えば、経粉にはない土壌改良効果を加えるのであれば、バーク堆肥やモミガラクンタンなどがおすすめです。土の中に適度な隙間を作り、通気性水はけを改善します。奥の2つの資材は、ゼオライトと K3 円白土です。これらの資材は、 アアンモニアガスを吸着すする効果がありますよって鶏ふによるガス障害を抑えるだけでなく吸着したアンモニアガスを肥料成分として生かすことができます。鶏ふはこれらの資材と併用してデメリットを抑えつつ土となじませる時間を十分に確保することでより効果を発揮することができますので是非お試しください。 それででは今回のの動画のまととめです乾燥発酵系粉は窒素分が少なくなりますがその分ガス障害が発生する心配が少ないので初心者の方でも使いやすい系粉です一方で乾燥系粉は扱いに慣れていて使いこなすことができる方であればメリットのある系粉です どちらの鶏ふを使う場合でも堆肥やその他の土壌改良資材と併用することでより効果を発揮できるので土作りをしっかり行った上で鶏ふを使用するようにしてみてください。